1月4日、伊勢神宮に参拝に向かおうと福井を出た時は、福井市内は青空が見えていたので、安心して車を走らせて敦賀に入り、国道8号線から木の本に向かいました。県境あたりから急に雪が降り出してきました。少し不安な気持ちで走っていたら、近江塩津あたりから激しい雪になりだしました。今に雪も止むなどと走っていましたが、虎姫近くまで走っても雪は降り止まず、昨年の滋賀県の大雪を思い出し、悩んだ挙句、福井に戻ることにしました。来た時よりも、近江塩津あたりは激しい雪になっており、福井に戻ってよかったと思いました。滋賀県木の本に向かう方や帰る方は、雪道に気をつけてお帰りくださいね。
井県越前市あたりは全く雪はありませんが、滋賀県日の本あたりに向かう方や帰る方は気をつけてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。